よかった、皆さんがいました。あ、すみません。Ensemble en français講師のジョゼフです。はあ、実は今道に迷ったんです。はあ、そっか、今日はこの表現にすればいいですね。道に迷いました。Je me suis perdu. 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 直訳すると、自分をなくしたで、道に迷ったという意味になりますよ。きっと皆さんパリで越した経験がありますよね。ぜひ使ってみてください。あ、よかった、道はあそこだったんだ。あ、皆さんのおかげです、ありがとうございます。 Je vous dis à bientôt。 あ、そしてEnsembleのレッスンでお待ちしていますね。 À bientôt, au revoir。